だってうちらこっから行っても数に空いちゃうだけで850円、高ぇ、でもいいや、850円でガシャンってなるぐらい、まあ、時間で金払うよりはね、完全に850円払っていけない、こっちは取るよ。俺も同じ考えだよ。だから熱中症になるぐらいだったら電気代かかってでもエアコンつけてた方がいいみたいな。発作の時はスルーでいいね。行く？何時までだっけ？あそこ。どこ？周遊道路を6先にしてるっけ、なんだっけ。あ、じゃあさらによく行けばよかったのか。そうだね。いや、多分変わらんと思う。うん。だ、周遊道路走りたいのはそっちメインにした方がいいんじゃない？時間的に。まあいいや。うん、今4時半だし。結構違う。帰りも使うけど。あ、じゃあ、そういう意味だって、この辺の道が。あ、そういうこと。そうそう。まあ、気を取り直して、ポテチでも食おう。ポテチ2つ。が一番ひでえよ。か、綺麗な名前だからな、あいつ。カオルだからな、うん、カオルって名前ついてんだからさ、そういう系のあだ名にしてやればいいのに、豚とゴリラだよ。
黄色じゃなかったっけ。あ、黄色だっけ。あ、黄色。白って誰。あ、今赤なんだ。知らなかった。ジャイアン。ジャイアンも黄色じゃなかった。あ、オレンジだ、オレンジ。そう、なんか。あ、黄色ってスネオ。激しいのイメージあるけど、スネオと何色だっけ。スネオは青だね。青、緑。あれ白いなかったっけ。白多分ね、出来すぎだと思う。そうか。うん。ちょっとあれ思い出しちゃった、出来すぎが。あ映画に出てこない。なんだっけ。え、一人で解決できちゃうから。出来すぎちゃうからな。そうそうそう。ちょっと理由が面白かった。そう、そういえば歴史的にそんな出てこないなって思った。なんかちょろっと出てきて終わるんだよ。脇役かと思ってました、ね、理由一人で解決できちゃうから。そんな理由じゃん。これまっすぐなんだよ。あ、ここまっすぐ行くの。あ、じゃあまっすぐでいつか行っちゃう。あ、そっか、いつもこっち行ってたもんね。行ってた。ちょっとこうぜ、道。うん。はい。OK。ん？ちょっと、1キロは分かんねえな。あ、まっすぐだ。近い近い。この先ちょっと気になってたんだよね、いつも。このカフェもなんかいつも気になる。え？この横のカフェ。
ボール乗りてえな。